どうも、おつか、歴史、歴史くんでございます。やったー、新刊が発売されたぞ。うわーよー、今日はお知らせでございます。この度、私の新刊、キテレツ城歩きが発売となりました。うわー、やったー、嬉しい。今回はご覧の通り、黄色でございます。このキテレツ城歩きで、柏書房さんからは5冊目の本になるんですけども、全部ね、ビビッドでね、ご好評いただいております。まず最初に、ポンコツ武将列伝という、まあ武将たちのダメな逸話をギュッとまとめた本を出しまして、そして続いて、ヘッポコ征夷大将軍というのを出しまして、こちらはですね、ポンコツ武将列伝の将軍バージョンということで、鎌倉室町江戸の合計39人の征夷大将軍のダメなエピソードとともにですね、武家政権をずらっと学ぶことのできる一冊ということで、鎌倉殿の13人の予習復習にもちょうどいい一冊かもしれません。で、続いてがヘンテコ城巡りですね。こちらが初めてのお城の本なんですけども、まあこちらもちょっと変わった逸話や特徴を持つお城を、まあ、私の独断と偏見でピックアップした一冊となっております。で、続いてがドタバタ関ヶ原。こちらはですね、関ヶ原の戦いにまつわる武将たちの関ヶ原前後のドタバタ劇をそれぞれまとめた本でございます。私も書きながら非常に勉強になった記憶があります。で、どれもおかげさまでご好評をいただきまして、5冊目、お城の本は2冊目ですね、キテレツ城歩きの発売となったわけです。ありがとうございます。で、今回もですね、ヘンテコ城巡りと同じく私の独断と偏見でピックアップチョイスをしてるわけなんですけども、さっき数えてみたら合計なんと100個近くの全国のお城を紹介してるみたいなんですね。で、目次のところで私の手書きお城マップがございますが、今回こんなにあるんですね。北海道から、まあ、今回すいません、沖縄がないんですが、九州の方まで全国つつうらうらご紹介しております。もしかしたらあなたの地元、ふるさとのお城もあるかもしれませんね。で、あ、そうだ、あの、ヘンテコの方でも、キテレツの方でも、まだ取り上げられてないという都道府県の皆さん、させ、させ。もうただ自分の思いつくままに選んでるだけなので、タイは当然ございませんので、この本がまたご好評いただければ、当然第3弾があると思いますので、その時は優先して選ばさせていただきますので、ご容赦くださいませ。で、構成はですね、大きく5章に分かれておりまして、第1章がキテレツ天守大集合ということで、第1章の一発目、スタートがですね、福山城ですよ。今年タイムリーですね。今ちょうど天守を復元しようというので、鉄板を貼り付けてる最中ですけども、そのアニバーサリーな福山城からスタートして、南蛮作りとかね、殻作りとかって呼ばれる、少し変わった天守を紹介したり、あとは地元の方々の寄付によって再建された木造の天守があるお城を紹介したり、個性的な天守が大集合しております。で、第2章の方は、まあ、天守もいいけど石垣もいいよねということで、全国の変わった石垣たちを集めております。まあ、ちょっと罰当たりなね、天陽石とかって言われるお寺から徴収したお墓だったり、宝鏡院塔だったりね、そういったものを石垣に使っているお城とか、あとはまん丸とした球体をした石垣とかね、いろんな形の石垣がありますんで、それをピックアップしてみました。そして第3章の方ではですね、ワンテーマ城巡りということで、こちらはですね、私が勝手にテーマを設けて一括りでいくつかご紹介しております。例えば古代三城とかね、ゴーストオブ津島で話題になりました津島の金田城、まあ、彼方の木という風にも呼ばれますけども、戦国時代に作られたお城ではなくて天智天皇の時代ですね、7世紀後半に作られたロマンあふれる古代の山城たち、まだ私が行ってないところもありますので、行きたいなという気持ちも込めて執筆いたしました。で、あとは人気ですね、天空のお城。私はね、雲海見たことあるのは兵庫県の武田城なんですけども、他にもですね、全国各地に雲海に浮かぶ天空のお城というのがありますので、そちらをご紹介させていただきました。で、あとは関東七名城ですね、まあ、江戸時代に呼ばれるようになったんですけども、数えてみると諸説あって8個あるというね、なんともゆるいくくりなんですが、その8つのお城をすべてご紹介しております。そしてあとは非常にタイムリーなのは、鎌倉殿の13人の舞台となる鎌倉幕府の跡地ですよ。これはですね、当然鎌倉にあるんですけども、まあ、場所が移転してまして、合計3個あるんですけども、なかなか意外と知らないですよね。まあ、当然鶴岡八幡宮ではございませんので、その近くにある幕府の跡地3つをご紹介しております。で、あとは前回ですね、ヘンテコ城巡りで全国各地にある、たくさんある二条城というのをご紹介しましたけども、まだね、ありました。千葉県と茨城県に二条城と呼ばれるお城がありましたので、そちらを追加しております。
で、あとは第4章ですね。4章は舞鶴城多すぎ問題ということで、全国各地に異名、まあ画商ですね、ニックネームで舞鶴城と呼ばれるものがめちゃめちゃあるなぁと昔から思ってたので、私が調べられる限り全部ピックアップしてみました。おそらくまだ取りこぼしがある可能性がありますので、その際はぜひお知らせいただければと思います。そして最後の5章はメジャーどころも押さえておこうということで、三英傑のお城でございます。まあ三英傑当然、信長、秀吉、家康さんのことですけども、この三人にまつわるお城で、ちょっと変わった逸話をご紹介しています。ということで、お城好きのベテラン勢の方々にも、そしてこれからだというビギナー、ルーキーの方にも、楽しんでいただける一冊になったんじゃないかなと思っておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。そしてですね、毎回本を出すとですね、三省堂書店の名古屋本店さんがイベントを開催してくださりまして、今回はですね、リモートイベントを開催します。まあ、リモート会場はこの YouTube チャンネルなんですけども、お申し込みいただくのは三省堂書店の名古屋本店さんですので、そこにお申し込みいただいた方だけ限定配信でお送りいたしますので、で、質問コーナーもありますので、もう何でも基本 NG なしでお答えしようと思いますので、ぜひリモート出版イベントにも参加していただければと思います。それでは皆さんも良い城巡りを。バイバーイ。